さんどうしたの？人のことそんなにジロジロ見て。ミクってさ、実は一人じゃないんでしょ？私知ってるよ。伊藤ミクの他に阿藤ミク、宇藤ミク、江藤ミク、音藤ミクもいるんでしょ？今日は誰？ニャニンニュニャニョンみたいにしないで。ニャニンニュニャニョンみたいだったら別に可愛いからいいじゃん。ちなみに今日はニャニンニュニャニョンで言うところの2です。どれ？ピクシスの夜空の下でミーティング。こんばんは、ピクシスの伊藤美久です。二人っきりの秘密です。はい、木曜日はこちら、ピクシスの残像。はい、ピクシスのフレッシュさんは今や本当にすっかり失われてしまったのか。若かりしあの頃のピクシスの残像、つまり私たちそれぞれが自分の過去の発言を覚えているかどうか確かめていくコーナーです。過去のイベントや雑誌のなんか回答などからクイズを送ってきてください。ではやっていきましょう。はい、じゃあ先に読もうかな。あ、わかりました。では答えます。はい。ピクミンネーム、起きる魚さんからの問題。2018年8月9日、鷲崎武の夜ナイト夜ナイトに出演した伊藤さんは、はい、体のある部分に自信があると話していました。さて、どこの部分に自信があると言った？ラジオ？私も答えられる。答え見なくても。自信？うん。いつも答えてる、はい、イメージ。どうぞ。あ、ちょっと間違えた。あ、ちょ、間違えた。あれ？こっち。漢字間違えたな、もしや。こっち、違う。あ、はい。あの、足首。くるぶし。正解。やった。ちょっとくるぶしは部分的すぎたわ。そうだね。足首の中で特にくるぶしが好きなのかな。もしかしたら、肉の中で。間違えちゃったね。はい。そのイメージ。はい、それでは、はい、萌さんへの問題。はい。ピクミンネーム、俊介さんからです。はい。ドワンゴ JP ニュース2021年12月23日配信。最近じゃない？テオタモエ&伊藤美久、感情移入しまくり、刺激的な朗読、挑戦、二人の裏の顔は？より。え、結構最近じゃん。声優ラジオの裏表のオーディオブックに関するインタビューの流れで、お二人の裏の顔を教えてくださいと聞かれた二人。伊藤さんは、運動が得意そうに見られるけど苦手と答えていましたが、トヨタさんは？全然覚えてない。裏の顔。え、なんなら昔のことの方が覚えてるんだけど。最近のインタビューですね。これかな。はいはい。裏表がそもそもない。あー、まあでもいいんじゃない。正解は今現在飾ることなく活動しすぎて逆に心配です。違いない。それは違いないよ。だそうです。裏表ってないよ。びっくりしちゃうんだから。うん。じゃあ続いて、はい、問題。国民ネーム、とりまりさんからです。伊藤美久オフィシャルブログ2015年9月17日更新分、休日だからより、せっかくの休みだからお母さんを誘ったけど断られたので一人で外出した伊藤さん。かわいそう。断られてる。え、肉ママに断られてる。都心に出て好きな洋服屋さんでお買い物をしたそうですが、この日はどんな洋服を購入した？あ、でも私この洋服覚えてるかも。え、洋服？うん。え、多分これ買いましたって写真載せてたのか分かんないけど。いや、そんなことよりお母さんに断られてる方がショックなんだけど。今日休みだから一緒に買い物行こうって言っても断られたんだね。やだよ今日。やだやだ。かわいそう。でも一時期着てた。最近はさすがに見ないな、はい、2015年だから。はい、お願いします。猫の服。おうん。おーい、やったー。首のところに猫さんがいる洋服。そうなんだよ。ちゃんとさんつけな。猫さんの服ね。はい。猫さんの服。そうだよ。猫さんの服だよ。そう、なんかここに、首元に、
顔が出てるやつよね。顔が出てくる。めっちゃ覚えてる。でしかもこうちゃんと取り外せるの。あれ人形として、そう取り外せるやつで。あ、だからその人形としても遊べんのよ、こうやって。なんかね、絵で描くと。私すごい覚えてんだけど、長袖のボーダーなんだけど、めっちゃ覚えてる。ここに猫の縫いをつけられるっていう服、なんかこういう服よね。あ、そうそうそう、そう、ここに首元のとこにちょこっと猫が出てる。それが外せてこうやって普通に遊べる。あれ遊んでた。あれで遊べるっていう服だよ。遊んでた実際。遊べる服だよ。え、ね、その服今どうなってんの。今あるんじゃないかな。着せてない？多分。嘘。うん。なんかさ、途中からリハ着に回ったよね。そう。ちょうどよくて、素材と長袖感とか。その猫いた。でも私結構覚えてるからこの服。うん、そう、お気に入りでよくよく着てたんだと思います。うん、懐かしい。ラスイチいけますか？ラスイチ、はい。萌えさんへの問題。はい。ピクミネームシャンさんからです。ではた萌えツイッター2016年。6月3日午後1時44分の投稿より、空欄に入る言葉は、あにゃらら、びっくりびっくりびっくり、あにゃらら、びっくりびっくりびっくり、あにゃらら、びっくりびっくりびっくり。何のヒントもないじゃん。同じ言葉をずっと言ってるんだ。うん。全然わかんないよ。だ、そうそうそう。なんとかなんとかなんとか !2016 年 ?1 時44分、午後。昼ですね。昼過ぎってことだよね。え？ほにゃららほにゃららほにゃららって言ってんの。そう。そう、叫びたくなったんだろうね。でも、これだけってことですもんね、ツイッターで呟いてんのが。え、全然わかんない。食べ物？うん。でもこれかな。昨日久々に食べたわ。ラーメンラーメンラーメン！正解！すごい。正解です。昨日久々に食べた家系ラーメン。昨日食べれたの？ウーバー。あそうなんだ。でもやっぱいいな、ウーバーで頼むのと店で食べるの違うね。うん、美味しいけどやっぱ店がいいわって思った。そうだよね。まあラーメンハマってたんだね、この時ね。そう、この時ハマってたな。はい、こんな感じで私たちの過去の発言をクイズにして送ってきてね。以上、ピクシスの残像のコーナーでした。ピクシスの夜空の下でミーティング。リスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、過去の宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net。 ピクシスの綴りは pyxis です。だからウーバーとか出前で頼んだ麺って一回湯がいた方が良かったんだね。そうだね。この知識なかった、悔しい。いや、私もラーメンをそう宅配で食べたことはほとんどないわ。でもさ、冷静に考えたら昔のラーメンの出前ってさ、もう汁に使ってたよね。そうだね、こぼさないようにびっちりラップでやってこうやってきたよね、銀のやつでね。そうそう、ちょっと固めに麺を入れて持ってきてくれたね、昔の配達。でもその時にさ、なんか感じたことなかった、違和感。あれはすごいちゃんとしてたってことなの。すごい企業努力じゃない、そう。確かにお店の店主の人がとかアルバイトの人が運びに行ってたり、もうウーバーの人じゃなくてお店の人がそう分かった上で計算されてやってるから、ね、はあ、なるほどね。じゃない、そうだったんじゃない、あのお家は何分ぐらいで着くからこれぐらいかなみたいな。そうだね、すごい。やっぱその時代のラーメン今頼みたい、出前で。いや、の出前ラーメン、ね、やっぱ自分で湯がきたくないね。チラシから頼むやつね。そう、それで頼めばよかったんだ。まだあんのかな。あるんじゃない、探してみよう。はい、この辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバイ。